ようございます。中午好。こんにちは。晚上好。こんばんは。今回もいろんな初めて体験します。みゆのはずらじ。はずらじ。你好。今回もりゆでいこう。中国出身の歌手、そしてコスプレイヤーのりゆです。はずらじ2年目に突入しました。イエー、もう3月に入りました。春。ぜひ番組ハッシュタグリーユハズラジをつけて感想や拡散をお願いします。そして2年目突入ということで、今回はリーユ一人でお届けします。今までね、あの山さんとつじちゃんが行ったり、ゲストさんが行ったり、一人ですね。はい。なんと自由に10分間ぐらいフリートークして OK ということで、10分間ですね。いろいろ始め、いろいろ言っちゃいましょうね。なんかこのハツラジが1年前始まったから、いろ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 ね、いや本当にいろいろやってきました。コンサートもね最近もあったし、アルバムのリリースもようやくできたし、そしてねツアーの間にこのアルバムをいっぱい作りを入ったし、そしてこの前ランティスエキスポ2月の担当もやったし、いろいろありましたよね。いやーいっぱいです。はい、ちょっとね思いついたのは、このアルバムのどうやって作るのが結構みんな知りたい、知りたい、知りたい。私は言いたいな。なんかね、準備期間はすっごいすっごいすごい、なんていうの、すっごいなんか大変大変です、でした。ちょうどツアーがあって、ツアーの間でちょこちょこやっているっていう感じですね。例えばツアーの翌日とか MV の撮影で、MV の撮影の翌日は新曲のレコーディングとか、結構こういうペースでやってました。そうです、わかる。なんかツアーは地方ですから、地方から夜帰って、めちゃくちゃ夜遅くて帰って、翌日の朝めちゃくちゃ早く早起きして丸一日とか、こういう感じですね。でもね、今ねこの素敵なアルバムになってるのが、いや、やってきてよかったなってずっと思いますね。そしてコンサートもね、アルバムリリースした2日後にやっているので、本当にみんながこの2日間でこんな曲を覚えたのも本当にありがとうございます。自分もね2日間にそんなに覚えるのが相当時間かかるな、相当丸一日全部聴いてるなって思うので、みんな本当にありがとう。そしてランディスエキスポもそうだけど、実は一人で30分そんな喋るのも本当に楽しかったです。あれで今までやってないのコーナーとかいっぱいやれて、自分がもともとオタクだから、あのランティスエキスボのきっかけで一番好きなアニソングとかも紹介できるなんて本当にありがとう。なんかハツラジとか結構こういうのができないので、ランティスエキスボで今まで大好きなアニソングをいっぱい紹介しました。全部ね出会い物語とかもあるので、興味あればみんなランティスエキスボもぜひ聞いてください。ファンクラブもねすごいいろいろやって、なんかこのゆゆこいデイズの更新スピードがすごいですよ。よくみんなのコメントとか見て、ゆゆこいデイズの更新スピードやばくないって書いてる人があるので、いやこれ
そうですね、オフショットとかオフショットビデオとかコメントとかいっぱいいっぱいいっぱい上げてるので、皆さんぜひぜひ入会してみてくださいね。そしてようやくこのファンクラブイベントも1年ぶり決定したので、みんなチェックしてください。最近フリートークだからいろいろなんかどこかで始めるのもあまりわからないから、急にこの話するって感じになります。最近何があったのが、なんだろう、みんな私のほっぺの状態がすごい気になる人がいっぱい、そういっぱいありそう。もう3月4日なんですけど、気になる人がまだいますか？ちょっとほっぺの体調報告していきますよ。実は私親知らず抜くのも3回目だから初じゃないですけど、下の歯は初めてなのでちょっと怖いんですね。なんかネットで結構なんかブーってめっちゃでかくなるの写真見たことあるので結構調べたんですよ。どのぐらい腫れるのか調べて、多分自分もこんぐらい腫れるのかなって心の準備をしたんですけど、でも良かったのがそんなに腫れてない。そう、でもずっと腫れてる。時間が長いかも。でもそんなに、時間がもう10日以上ずっと腫れてるんですよね。そんなにまあブワーってでかく腫れてないんですけど、ちょっとだけなんか一目で、あ、なんかちょっと腫れてるって感じられるんですよ。ちょっとだけ腫れてるの時、1回ファンクラブの生配信をやってて髪で隠してて、そう、めっちゃいい感じで隠したので、みんなが、あ、なんかほっぺそんなに腫れてないね、よかったって書いた人が見たんですけど、実はねまだ腫れてます。バレてないんですよね、まだちょっと腫れてますね。生配信の時も30分しかないので、そんなにほっぺのことを言ってないので、この機会で10分間のフリートークの機会でちょっとほっぺの近況を報告しました。今もうだいぶ落ち着きましたので、みんな心配しないでくださいね。なんかね、思ったよりそんなに痛くなかったのかな。痛み止めがちゃんと飲んでますから、そんなに痛くない。でも運がいいっていうか、そんなにバーって出てこないが本当に良かったです。ちゃんとね、仕事とかも徐々にできるようになったから、みんな親知らず気をつけてください。はい、こういう感じかな。10分ぐらいでいろいろ話しました。あ、本当ですか。ちゃんと喋ってますねって言われたんです。ありがとうございます。それではここでファーストアルバム For You からの一曲をお届けします。リーユでカラフルホライズン。かわいいホリスカリシュボンボヤージアニルミハスコキサノバスワイスひたひたたびめぐるめぐがやカラフルホライズン。ホライズンおー
お届けしたのは DU でカラフルホライズンでした。イエーイ。いや本当にちょっとね、魔力がある曲みたいので、みんなループ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 してくださいね。ではここで DU からお知らせです。ファーストアルバム For You 今販売中です。みんなたくさん聴いてください。そして5月5日木曜日祝日にファンクラブの2回目のイベントを開催します。ぜひ今からリユーのファンクラブゆゆこいデイズの会員になってイベントに遊びに来たさい。さて一人喋りの回を増やしていくということで、水槽の皆さんからメッセージを募集する新コーナーを作っちゃいました。その名前もルルカワイママイルールです。わー、ルルカワイマはマイカワイルールを入れ替えて作った言葉ですので、このルルカワイマイルールでは水槽の皆さんから生活をしている中でのマイルールを募集します。例えば靴は右足から履きますなど、何でも OK です。番組作家のすじちゃんは、お、自宅に帰ってきたら手を洗ってコンタクトを外すのがマイルール過去にコンタクトをしたままソファで寝落ちして一生外れないかと思ったトラウマ、トラウマ、トラウマがあるので、それ以外先に外すようになりましたということでした。ソファで寝落ちしなきゃいいんです。あ、でもなんかね、この気持ちがわかりますね。はい、ずっと笑いました。そう、ごめんごめん。私のマイルールは何ですかね。何があるんですか。でも夏、夏の時は結構毎回家帰った瞬間でシャワーにします。これは多分夏のリユのマイルールかも。なんか特に夏暑いから汗が出るんで、なんか夏だけじゃないんかな、冬以外の季節はほぼ帰ったあとすぐね、すぐお風呂とかします。特にこの最近の1年はリハとかいっぱいあるので汗ね結構かいますね。かいたらすぐお風呂にしたい。そしてお風呂したからちょっとなんか食べるとか、翌日の準備とかするんですね。小さなルールでも OK ですので、メッセージフォームからたくさん投稿してください。では最後にリユの一言中国語講座を、兵庫県水槽ネームモブさんから。リハー、リユちゃんが話す中国語が気になって最近中国語を勉強しています。アニメやアニメソングのことは中国語でどのように言うか教えていただきたいです。いつか中国語でお話しすることを目標に頑張ります。そうですね、アニメは動画、アニメソングは動漫歌曲です。はい、もう一回いきますね。アニメは動画、動画、動画アニメソングは動漫歌曲、歌曲はソングですね、歌曲です。中国語でお話しできるのを楽しみにしているね。ちゃんと勉強してください。それじゃあバイバーイ。オーディー。